ヒメカユは、里芋科の植物。本種のみで、ヒメカユ属を構成する。和名は、水座禅、水芋ともいう。ヒメカユは、カールフォンリンネが記載した植物である。ヒメカユ属の学名カラーの由来は、よくわかっていないが、意味のわかっていない、古代の名前などとする解釈がある。種商名プルストリスは、ラテン語で、沼地を好むの意で、本種が、 沼地などの湿った場所に生育することを示している。なお、俗名の金読みであるカラーは、通常別属のオランダ海ウ属の種あるいはオランダ海ウのことを指す。和名の姫海ウは、小型の海ウであることを意味している。北半球の北部の湿地や沼などに分布し、北アメリカのアラスカから五大湖にかけてや、ヨーロッパ、アジアの一部に分布する。日本では、 北海道や本州の中北部に分布し、低地から山地の湿地に生育する。外観は小型の水柱といった形態をしている。葉は卵神経延伸型で、大きさ5から1 5トル、10から2 0トルの傭兵を持つ。花形は長さ15から3 0トルで、上部に花びらやあがくを描く小さい黄色のお花をつけ、その下に両生花があり。 緑色の脂肪を6本のおしべが取り巻いている。花器は6から7月で、花の外側には白色の長さ4から6センチメートルの仏炎鳳を持つ。果実は赤色でベリー状になり、その中に数個の種子を生産する。ベリー状の果実にはサポニンなどの毒素が含まれているとされる。また植物体には中酸が含まれており有毒である。スカンディナビアでは、 本種の根を煮てすりつぶし、しばらく置くことで毒抜きをしてから食用とすることがある。また、先住民族の間では、本種を薬草として、風邪や発熱などに用いる。ABBHANP105HAT、ブランション、ネルティア、ワイルドフラワーズ、アンエイドツーナレッジオブアワーワイルド、フラワーズゼアインセクトビジターズ、ダブルデイ、BHANP108ABCDEFGH。 ヘイエンジョレリング、ユニバーシティオブレジーナ、カナディアンプレーンズリサーチセンター2003、ウォーターウェトランドプランツオブザプレイリープロビンセス、カナディアンプレーンズ、リサーチセンター P66、ウィリアム・カライナ2000、ワイルドフラワーズ、エーガイドーグローイングプロプリーティング、ネイティブフラワーズオブノースアメリカ、ホートン・ミフリン・ハット・ ABC ・サタケ・ギスケ、大石サブロー、北村シロ フィールド版日本の野生植物総本 IP64 ありがとうございます。